お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、はい、昨日の動画でもちょっと話したんですけど、こちらのスケラフリーズデッキですね。はい、でこちらなんですけど、これですね。はい、今はグローバル5位なんですけど、昨日ですね、昨日世界1に輝いていた人で、まあ、読み方は無理だね、これ読めないや。はい、まあこの人ですね、まあ、デッキ違うのにしてるんですけど、この方がね、使ってたデッキで、そのノーマルが多めで、ここか。そのまあ、アイスイーツベビドラのスケルトかではなくね、オリジナルの、ちょっと枯渇気味のね、スケルトン部隊コウモリアーチャーという、ちょっと小物多めなスケラデッキとなっております。なんで結構組みやすいかな。ノーマル多めですし、まあ、スケラも、まあ、スケブも、レベルちょっと足りなくてもなんとかなりそうな、はい、感じのデッキとなっております。ってことでね。はい、ちょっと。いきますか。よし。で、今そう、ライトニング環境。マジでライトニング環境。ライトニングばっかり。でも、ポイズンもちょこちょこいるぐらいかな。ファイボが減った。マジアチャとか、ロイホグが、下放されたんでね。ファイボがめちゃくちゃ減ったかなっていうイメージありますね。はい。ってことで。どうするかなんすよね、これ。結構回転早いんで、割いていっていいかな。でもこういう時困るんすよね。逆サイ攻めてくれたらスケブでいいんすけど。まあ、いいですよね。はい、セパレート同じようにね。キョスケ？もう、よくわかんないですね。よいしょ。はい。で、これフリーズしていいんじゃね、もう。わかんないっす。はい。あ、金起動された。それはうまい。今のはうまいけど、1600まで削れたから、言うて美味しいみたいなとこありますけどね。あ、ベビだら。あ、ベビだら。あー、ベビだら。優秀だな。はい。てな感じで、相手は多分フリーズがしんどそう。フリーズがしんどそう。これコウモリマーチャーもスケルトン部隊も。よいしょ、もう。これ多分、すいません、シャシャってスケルトン部隊出したんですけど、出さなくてよかった。あ、でもこれ、あー、惜しい。2入ってる。惜しい。これは惜しいですね、今の。今、アーチャーが2発ぐらい、1発かな。入った。よし。もう勝った。もう勝ったっすね。でもスケラーして、さすがに今単体スケラーしたらフリーズ使ってもなんかで抑えられたら怖いんで、まあ、一回受けからですね。よいしょ。でもこの辺にアイゴル出してあげて、キョスケのターゲット取って、でここになんか来るかな。来んなかった。キョスケバルーンっすね、相手は。もうこっからフリーズボーですね。これもそういうことないんで、スケブ飛ばして、テスラ置いて、アイゴレ出して、よいしょ。いいアイゴレ！これもバカでね、全部バイバイになっちゃうんですけど、まあ、しょうがないかなっていう。あ、おや？これスケブで受けて、あー、まあ、ここはね、ダメージそんな入らないんですけど、金ギドされちゃってるんでね、ちょっとそこは苦しいかなっていうのはありますね。やばい。待って、助けて。やばい。あーちゃん、頑張るよ、もち。やばい。これさてやばい。間のディガーで持ってかれる。これカットとかしゃしゃってたけどやばい。あ、これギャンクル。やめ、飛べ。やばい。そんなところ防衛。はい。あー、いや、待って。いや。舞うんだ、俺。いや、まだまだ。相手はスペルがない。ってことで、ここでフリーズしたい。お願い、ベビドラだけは出さないで。出てきたー。いや、これスケルトンが入る。俺の2体スケルトン。いけ。引きスケルトン。んー、よいしょ！よいしょ！でーす。ほー、疲れるな、君。ほんとに。もう、キョスケバルーンなんだから、もう、ね。困る。聞いてないから。
ふう、疲れた。一試合が疲れるわ、もう。マジで。よし。いや、危ないですね。危ない。本当に危ない。まあ、ベビードラがしんどいのが、でもテスラありますし、今のは相性良かった。相性良かったですね。もっと楽に、もっと楽に勝てたかな。はい。まだ不慣れなんでね、こんなデッキ使うの。よし。さあ、待ちですね。マッチング長いな。今言うほど、グローバルも上なわけじゃないんですよね。58だから、3桁とか。だと思うんで、あー嫌だわ。このアロハバビみたいな、この人めちゃくちゃ有名。5979、高い。そう、反撃プレイヤーなんですよね、この人。いやー、でもヤーメがぶっ刺さるし、こてつら行け。あ、隠居した。ヤーメがでもぶっ刺さるな。相手小物しかないから。迫撃のスペルが多分ロリババだけのやつですね。やばい。これはヤーメ打たざる得ない。でもヤーメ打ったから、ここでアイグレスケラしたらダメなんですよね。結局なんかで防衛されちゃうから。一回待って。あー、やば。やんちゃかて。回せカード。はい、回した。今のはこれは危ないですね。ワンチャンやめ打たなくてもよかったみたいなところありますけど。あー、もう苦しいよ。どこに穴あめ打つかなんですよね。ガゴムレに打ちたいんですけど、フリーズで固めてもいいんですよね。テスラ構えて速攻来たいですね。よいしょ。ここだ。いや、こっちだ。3-1まで削られてるから。来んのかい。よいしょ。さあ、いつ来る。どこだ。来んのかい。早く来い。来んのかい、おい。長いな。まあ。こっちはね、一発とか二発で一気に持っていける。うわー、うまい。これめちゃくちゃうまい。これはめちゃくちゃうまい相手。あ、完封された。やばい。あー、でもロリバー使ってくれたら美味しいっすね。これもヤラム打ちます。楽して大丈夫です。フリーズ防衛もあるし。いやー、相手の攻め方がいやらしいし、うまいな。よいしょ。これ受けがないっすね。いや、でも回転めっちゃ早いな、これ。早すぎ。あ、また、アーチャー逃げて。あー、強かった。アーチャーは強かった。まあ、そうですよね。でもこれ読んでなんか来るから。はい。いや、でも打って、ガゴムで来るかな。いや、来ないか。一回置いてきますね。さあ、まだ全然ありますよ。こっからですね。めんどくさいんだな、それ。このオシャンセパレートで。よし。これどうやって攻めたらいいんだろう。あー、やばい。何この俺の読みテスラをさらに読んでアウトロー出してみたいな。そんな天才みたいなことできる？できないでしょ、普通。あ、やった。ここが守りくる。さあ、ここ一回ね、反撃も固めてあげることによってね、反撃のダメージを。あ、待って、アーチャー出す位置で、ね、変なとこ出した。まあいいや。しんどいて。今日のマルチしんどいて。なんでこんなレベル高いん。攻めたいですね。今守ってばっかりなんで、一回攻めたら相手もちょっと苦しくなると思うんで、どこで攻めるか問題は。あ、終わった。よいしょ。フリーズがずるいっすね、これ。
バスケットボールで最強ですね。よいしょ。はい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 。まあ負けたと皆さん思っておるかもしれないですけど、まだですね。こっからみたいなのがありますね。あーちゃん、早く歩いて。ターゲット。やばい。そう、やばい。こうやった。こうやった。やばい。やばい。フリーズ。やばい。待って。ちょっと待って。一回待ってくれるかな、相手。一回攻めるの相手待ってくれるかなって言ってるやん。リガーはスキブ当てて、あ、ターゲットがない。OK。やばい、陸行きがない。テスラ、君はまだ働いて。あ、いや、まだ耐える。よし、耐えた。さあ、ありますよ、まだ。多分。ちょ、待って。ちょ、待ってよ。よいしょ。はい、囲め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 。あ、相手なんかスペルあったっけ。ない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 。おお、守って守って相手。あー、そうやって守るな。あー、スキップ間に合わない。はい、まあですねですね。こんなに頑張ったのになんか結局あっけなく負けるんかいみたいなのがあるんですけど、迫撃ちゃんには勝てないねー、マジで。あー、しんど。今のは無理。はい。迫撃は無理。まあ、でも今のな、勝てないこともないのかな。よく言うわ、俺いつも。いつも言うわ。多分、あっちは上手かった。あっちの立ち回りはめちゃくちゃ上手かった。こっちが攻めたら、あっち結構止められないから、まあ、矢の雨で全部消えてフリーズで固めてしまえば。だから、あっちは攻めさせないようにずっと攻めてきましたね。うまいわ。うまいわ。ってことで、マッチング待ち。このマッチングが長いんですよね。さあ、そう。明日の動画ですね。この動画があった次の日。ある方とね、ある方、もうそこは秘密なんですけど、ある方とね、コラボ動画をね、はい、あげようと思うんでね、マジで楽しみにしておいてください。まあ、誰かは秘密ですね。誰とやるかは秘密ですね。はい、また吐き気だー。おい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 、流行りかて。お、ラッキー。あー、ディガーターゲットそっち行っちゃうか。これよくある、コウモリ一体だけ逃げるやつ。攻めていいかな、もう。さすがにダメだな。お、今それ使った。よいしょ。お、ザップ使った、ザップ使った、ザップ。いや、小物多いな、おい、多いな、おい。そりゃずるくね、なんか小物しかいないやん。ロリババザップの高回転の、あー、終わったー。こりゃー無理だ、これは無理だ。しかも吹き矢もいたよね。吹き矢もいて、あースケライいじめデッキみたいな。ほんとに、まあ、全然違う。迫撃なんてね、めったにいないんですよ、マルチ最近。めったにっていうわけじゃないですけど、ほぼいないんですよ。ほぼいないのにこの当たるっていうのがすごい、マジで。ゴレとかペックとか30種ばっかりだもん。聞いてない聞いてない。いやー、230な、守れないんですよね。だからいちいち持っていくしかないんですけど、これなー、打ったところで吹き矢来て、コウモリ来て、ギャング来て、くー、しんどいよこれ。マジでいじめレベルですね、これは。よいしょ。アウトロー丸んかい。多いな、なんか。なんか多いな。はい。やなめね、でも攻めように取ってきた。相手はもうね、勝ち確信からの吹き矢をこう、適当に最中あたりが甘いですね。はい。チャンス！
このムシムシムシ、やだめ。オッケー、フリーズ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 。よ、押し込め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 る、押し込める、押し込める。ああ。まあ分かってたけど、分かってたけどね、別に何も詳しくない。分かってたもん。ああ、俺が頑張って決めた一発も、そうやってすぐ抑えるんだよな、本当に。小物しかおらんやんけ。おい。おいおい、先出しすな。先出しすな。ああ。はい、じじ。って感じだね。もうこれ、迫撃が来たら、正直しんどい。正直しんどい。まあ、15しか座れない。17しか座れない。あ、これ同じ一機やん。いや、なんか違う。ガゴムレとザップが違う。流行りですね。知らないけど、迫撃全然でも見てなかったんですよね。ゴルとかペッカーばっかりだったから。はい、ということで、本日はね、終わりになります。明日の動画はぜひ楽しみにしていてください。ということで、バイバイ。